未来派とキャシャン。それまでの芸術運動が他者から与えられた名称を受け入れてきたのに対して、未来派は自ら名乗りを上げた最初の芸術運動でした。時は20世紀初頭、発祥の地はイタリアです。そこにはどうやらイタリアならではの焦りが関係していたようです。というのも、長い間美術の中心だったイタリアは、残念ながら19世紀を通して意味のある役割を担うことができませんでした。フランスは印象派を生み、キュビスムを育てました。一方、ドイツは表現主義を送り出し、それに勝るとも劣らないバウハウス運動や抽象絵画の偉大なムーブメントを作り出していました。イタリアの維新はどこへやら。そうした背景を持って生まれた未来派は、従って国家主義と何ら矛盾することがなく、やがてファシズムとのランデブーを始めることになります。その政治的判断の過ちによって、未来派は過小評価されがちですが、前衛的な美術運動としては、最も典型的で緊張感に満ちた活動でした。彼らが信奉したのは、機械とスピード、ランプのきらめきやレーシングカーのフォルム、機関車の力強さなど、新しく誕生した人工的な美だったのです。未来派は理念の先行した運動でした。詩人フィリッポ・トマゾ・マリネッティが未来派宣言を公にしたのが1909年。その翌年、画家ウンベルト・ボッチョーニによって未来派画家宣言が発表されますが、実はその時点で未来派の画家たちに特別な独自性はほとんどありませんでした。激しい宣言とは裏腹に、ボッチョーニの絵がとても穏やかであることを指摘した評論家もいました。一連の現象は、無鉄砲なベンチャー企業を思わせます。大きな風呂敷を広げたはいいが、売るべき魅力のある商品が何もないわけです。そこで彼らは必死になって、新しい技法を追い求めることになります。当時まだパリ以外ではほとんど知られていなかったキュビスムを実際に見に行き、ピカソやブラックと会い、その技法を貪欲に吸収しました。しかも、彼らなりのこだわりをきちんと盛り込んで。キュビスムが異なる視点の画像を組み合わせたのに対して、未来派はそこに時間によるズレを付け加えました。機関車や飛行機などを主題にし、明るく刺激的な色彩も盛り込んだのです。いささかストイックなキュビスムの調べを、工業社会の応援歌にすり替えていきました。T 型フォードの発売が1908年だったと書けば、どういう時代だったかを想像してもらいやすいでしょう。本格的に機械の大量生産が始まった時代。社会の環境やスピードは一気に変わり、人々は新しい美学を求め始めていたのです。その機運に乗って、未来派はことのほか人気を博しました。ヨーロッパの巡回展は大成功。そのコレクションは海を渡ってシカゴでも展示され、マリネッティが行ったモスクワでの公演も大成功だったといいます。古い考えを破壊し、新しい消費活動を礼賛する未来派の意気込みは、進歩主義者によって大いに盛り立てられました。それゆえ、彼らの理念は究極の消費活動たる戦争を否定することもなかったのです。マリネッティの未来派宣言には、攻撃性のない作品は傑作とはなり得ない。戦闘に栄光あれという一文があります。ムッソリーニのファシズム政権と容易に結びついてしまったのには、それなりの理由があったわけです。時は移って、1973年、鉄の威圧感と大量生産による同一性を軍隊に重ね合わせ、悪の組織を見事にキャラクタライズしたテレビ漫画が登場しました。心臓人間キャシャーンです。数ある番組の中でも、特にアバンギャルド色の濃い作品でした。その前衛性は、主題歌の前工場にも明らか。自分の命を捨てて、敵と戦う強さを手に入れたことが、高らかに宣言されます。圧倒的な使命感、唯一であるという特殊性、強さ、速さ、そして何より人工的なものの美学。心臓人間キャシャーンの世界は未来派的な魅力に満ちていました。その圧倒的かつ前衛的なインパクトは子供たちを大いに魅了したのです。
私の年代ならば、先の前工場を空で言える人は少なくないはずで、2004年の映画版でも同じフレーズが宣伝に使われました。ところで、キャシャーンは自ら進んで異形になったヒーローでした。多くのヒーローがもともと特殊であったり、不本意に改造されたのに対して、主人公、東哲也は人類を救うという使命を胸に、自分の意思でアンドロイド、正確にはネオロイドになります。二度と生身の人間には戻れないという宿命を背負って。その点も未来派宣言に似ているところでした。ことの発端に自分の意思があったからです。動力派、電気派、未来派。これはマリネッティが考えた未来派の名称候補。キック、アタック、電光パンチ。これは心臓人間キャシャーンの技の名前。両者の世界観の類似はそんなところにも見ることができます。さて、キャシャーンが戦いを挑むのは悪の組織アンドロ軍団です。その総裁たるブライキングボスは、もともと公害処理用に作られたアンドロイドでした。それが落雷のショックで自我に目覚め、人間支配を目論むようになったのです。配下のロボットは大量生産された鉄の軍隊でした。その独裁性と画一的な兵士の動きは、典型的なファシズムのイメージであり、未来派が行き着いた悲劇的な結末でした。結局のところ、未来派と心臓人間キャシャーンに共通している魅力は、工業技術に対する肯定的な態度です。キャシャーンとブライキングボスは、共にアンドロイドであり、両者に根本的な違いはありません。それは、技術に人間性を対峙させた戦いではなく、あくまでも技術と技術の戦いだったのです。技術のせめぎ合いは、いわば工業社会の必然。古いものは新しいものに駆逐されていきます。未来派や心臓人間キャシャーンに、どことなく物悲しい雰囲気が漂うのは、過去に戻れない苦しみ、どれだけ勝利しても、やがては自分も古きものとなり、滅んでいくのだという、時間の宿命性が感じられるからなのかもしれません。立ち止まること、振り返ることを許されない、アバンギャルドの悲哀がそこにはありました。